サンチャゴ・ガルシアは、アルゼンチン・サンタフェ州、ロサリオ出身のサッカー選手。リーガ MX、デポルティーボトルーカ FC 所属。ポジションはディフェンダー。双子の兄弟のマヌエル・ガルシアもサッカー選手。フィジカルに優れた、レフトバック。地元の CA ロサリオセントラルで2008年に、デビュー、2010年前期にはレギュラーを獲得し、 ヨーロッパの多くのチームから関心を持たれた末に、セリエ AUS チッタディパレルモに移籍。パレルモでは、イタリア代表 DF のフェデリコ・バルザレッティの控えに甘んじている。2011年7月、セリエ A に新規昇格した、ノバーラ・カルチョに期限付き移籍。保有権の半分を買い取ることができるオプションが、ついている。ノバーラでは、当初、ルイジ・ジョルジの控えだったが、 ジョルジが AC、シエーナに移籍した1月以降レギュラーを獲得した。シーズン終了後パレルモに復帰。パレルモではバルザレッティが AS ローマに移籍した影響もあり、シーズン通じてレギュラーとして活躍したが、監督が4回も変わるなど迷走し、チームもセリエ B に降格となった。2013から14シーズンは保有権はチリの CSD ランヘルスに移り、 移籍史上期限間際の2013年8月31日に、ブンデスリーガベルダーブレーメンに移籍。2017年6月、メキシコのデポルティーボトルーカ FC に移籍。ありがとうございます。